夢は独立。ネギ増し、ネギ増し、はい、名物の焼き飯。京都発の YouTuber がある屋台ラーメン。はい、どうもこんにちは、しーちゃんです。こんにちは。本日は京都市伏見区石田駅にやってまいりました。ここ石田駅近くになんと去年の11月から曲がり営業されている有名 YouTuber さんのラーメン屋さんがあるということです。しかもお昼限定、週2回限定。どんなラーメンなんやろ。めちゃくちゃ楽しみです。それでは行ってみましょう。ピッ。お店は石田駅2番出口から出て徒歩3分ぐらいのところ、本当にすぐ近くにあります。着いた。あ、並んでるかも。行きます。はい、チーズ。もう一枚行きます。はい、チーズ。ビール、チューハイ、コーラは用意がありますが、お水のご用意がないということで、もしお水飲みたい方は事前にコンビニや自販機で持ち込んでください。こんにちは。お願いします。おー、しーちゃん。おー、キーさん。お疲れ様です。お疲れ様。手を切ってくれました。はい、お願いします。メニューは、あ、メニューこちらです。このアッキーさんが営業されているのが火曜日と木曜日。そうです。2日なんですね。昼限定で、はい、メニューも限定でされてるんですね。メニューも夜と昼は違って、昼はスーパーブラックの背脂入り。はい、また近々煮干しラーメンもするんで。お、はい、煮干しラーメンも、はい、ちなみにおすすめのなんか食べ方とかありますか？お肉増し、ネギ増し、はい、名物の焼き飯。お、フルコンボで。フルコンボで、はい、じゃあ今日はそれをいただきたいと思います。はい、お願いします。あとビール一貫ください。はい、ください。お願いします。ありがとう。店内は6人ぐらいが立って食べれるようなかなり狭いスペースになっております。皆さんお席譲り合って、また食べた後の食器は返却のところまで持って行って楽しんでください。こちらが営業時間です。アッキーさんの曲がりのラーメン屋さんの営業時間は毎週火曜日と木曜日の週2回、お昼の11時から14時、週2回限定となっております。スーパーブラックの返し、これがうまい。ブラックチャーハン、インパクトありますね。真っ黒。そう、でもそんなに辛くない。その見た目と食べた時のギャップが面白い感じなんですね。はい、焼き飯から。はい、スプーン下にあるんで。はい、ありがとうございます。
はい、完成。肉増しネギ増し、はい、どうぞ。ありがとうございます。昼はバラ肉、夜は腕肉、はい、食べてください、どうぞ。はい、ありがとうございます。アッキーさん、いただきます。はい、どうぞ。まずはスープから。めちゃくちゃ真っ黒や。はい、うん、何でしょう。麺の眺め、はい、はい、麺はこのストレート、ストレートの麺で、この醤油がよく絡む。でも見た目より醤油がそんなに濃いくない、味が濃いくないですね。うん、うん、バラ肉うまい、おいしい。チャーシューが食べても食べても減らへんわ。焼き飯は新名物らしいんですけど、色がこの見た目すごい黒いですけど、味はそこまで濃くないです。で、このチャーシューがめちゃくちゃいっぱい入ってる。ほんまにゴロゴロですよ。ゴロゴロ。ちょっとこの辺で待ちに待ったあれタイム行きたいと思います。それでは今宵も酒ある、昼やけど。麺が時間が経ってもそんなにこう伸びたりしてなくて、ずっと美味しい。
けるか無理かもしれん。ごちそうさまでした。完食。いやめちゃくちゃ美味しかった。背脂が入っているのが昼だけということで、皆さんぜひ昼アッキーさんに会いにこの背脂入り醤油ラーメン食べに来てみてください。肉増しネギ増し背脂入りのスーパーブラック名物料理アッキーさんの手料理アッキーさんの作るラーメンぜひ食べに来てみてください。しーちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。美味しかった？めっちゃ美味しかったです。よう食べたなあれ、はいね、今日一日ご飯いらないぐらいだなということでね、はい、火曜日木曜日昼限定ですけども、はい、京都発の YouTuber がある屋台ラーメンということでやってますんで、うん、皆さんぜひ食べに来てください。はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。お願いします。今後はなんかこうお店独立されたりとかそういう予定もあるんですか？夢は独立。バンライ屋さんを選ばれた理由みたいなのはあるんですか？いや僕がねその YouTuber になって、はい、撮影以外で通ってたラーメン、うん、その肉増しのラーメンにあの僕がハマって週に2回通ってました、はい、その味に惚れ込んでここに移転するって聞いた時にあの夜だけしか営業しないって言ったから、はい、昼間ちょっとやらせてっていう形で、はい、披露することになりましたんで、今月末に新しい煮干しのラーメンも、ね、そうスーパーブラック背脂醤油煮干しラーメン、ややこしいけど、はい、煮干しラーメン、それもぜひまた食べに来させていただきます。あぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はごちそうさまです。ありがとうございます。はい、というわけで本日は京都市伏見区石田駅近くにあるバンライ屋さん行ってまいりました。メニューがシンプルで分かりやすい、もう待つか待たないか。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしく、あきらめん、バイ、ならバイバイバイバーイ。